赤月期、赤月期、明月期は、鎌倉時代の公家である、藤原定家の日記。自称四年、1180年から家庭元年、1235年までの56年間にわたる国名な記録である。別名、テルミ月、定家狂記。後世、華道、書道において重もんじられた、藤原定家の日記である。赤月期の名は、後世の名称で、 定下が命名したものではなく、当人自身は、愚痴と呼んでいた。没後、定下の末裔内では、中納言入道殿日記の章を用いたが、一般的には、定下狂記の名称が用いられていたようである。南北朝の頃から、赤月期の名称が用いられるようになったとされる。広橋家記録によれば二条、吉本の説として、毎月章にある。 丁家が住吉明神参拝の際に新託によって作成した赤月餓の日記であるとの考えが記されている。吉本の説を証明するものはないが、当時の日記は、公家が久じ古実や過食科学の知識を子孫に伝えることを作成目的の一つとしていたことから、定家の日記イコール、丁家の王義書、赤月記という認識が広く行われ、定家末裔を含めて、 この故障が用いられるようになったと考えられている。定価自筆原本の大部分は、冷静やしぐれ定文庫に残り、国宝に指定されている。なお、稼道、書道における定価の筆跡への損数から、赤月期,期原本の一部は、早くから流出し、断幹、掛け軸などとして初夏に分蔵されているものも、少なくない。断幹は、芸林層、東京国立博物館、 京都国立博物館、天理図書館などにある。定家の家は、日記の家と呼ばれる家来、代々の日記を通じてくじに関する夕食古実を有していた家系ではなく、政治的な養殖にも恵まれなかった。そのため、定家は、暁月期,期の中に自らが体験し、収集した知識を多く書き残して自身、あるいは子孫が、 日記の家としておもんじられることを期待していたと見られている。だが、定下の稼働、書道における名声は、結果的に赤月期,期を筆頭とした日記の家、すなわち、久下政権の官僚としての御子左流の確立を阻むことになった。定下の子、ため家が譲り状を作成、文永十年七月二十四日、千二百七十三年九月六日、した際に、 自分が持っている赤月期について、一心の宝とも思えそうろうなり、子も孫も民と猿も、後発、打ち捨ての僧来へ、派と述べてくじに熱心である書士、冷静試すけに譲っているのも、稼道の家となった御子左流に、公事の書といえる赤月期の活用の余地が低いものになっていたことを、ため家が自していたからであると考えられている。 結果的には、定家子孫で唯一存続した霊勢家と、共に、赤月家のかなりの部分が伝存されたものの、その霊勢家においても、赤月家は、家道、書道の家の家とされ、定家が子孫に伝えたかった、夕食古日については帰り見られることがほとんど、なかったのである。歴史上著名な人物の自筆日記としての価値と共に、歴史書、科学的記録としても価値がある。ただし、 漢文で記されていて難解な部分が多い。通説では、現存本などをもとに56年間の記録とされているが、口実の定下の子、ため家の譲り上には、自治症至り忍児とされており、定下が死去する忍児2年、1241年頃まで書かれていた可能性もある。また、八室国春やゴミ文彦の研究によって、 アズ鏡の権略年間前後の記事で、三好康信に関係するものが、赤月記の記事と似ていることが指摘されている。これは、アズ鏡の返済に関わった三好氏関係者と、鎌倉幕府とのつながりが深く、晩年を鎌倉で過ごした、冷静為助から提供を受けたと考えられている。日記には、陛下自身が遭遇したものや、過去の観測記録など、 様々な天体現象についての記録も残されている。当時、見慣れぬ天体現象、天変は不吉の前兆であると考えられており、人々の関心事だったのである。赤期,期の天文記録としては、ガニ生雲を生んだ超新星爆発、SN1054 の記述があることが著名であるが、これは定下の出生以前の出来事であり、 名がが、報告したた過去のの記記録が日記に残されたものである。近代日本の天文学者たちは1930年代に天文古記録を体系的に調査した。東京天文台の神田諸ゲルは1931年より全国の文献調査に着手し、その成果は1934年から1935年にかけて日本天文資料欄と 日本天文資料として出版された。これと同時期に、神田とも、信仰のあったアマチュア天文家の岩安明は、日本の天文古記録を英文で海外に紹介し、赤月期,期も海外にも知られるようになった。客星とは、普段見慣れない星を意味するもので、超新星や新星、水星などが含まれる。赤月期,期において、客星が最初に登場する記事は、 管義2年11月1日上、1230年12月6日、以下本節において、漢字による日付は、いわゆる旧暦、鮮明暦による記載、三要数字による日付は、ユリウス暦による記載である。この時の、客星の正体は、水星で、同四日上には定下による、この星朧として光薄し、その意気を衣装にあらずという観察が記されており、 この他日記中には不安を覚えた当時の人々の反応も記載されている。この客星に触発された定家は11月2日に家に出入りしていた御苗氏の安倍大春、御苗良老国博士に過去の客星の出現例を問い合わせた。過去の客星出現の際にどのような教授が起きたのかを知ろうとしたのである。8日に大春は記録されていた。 過去の客星出現の記録8例のリストを報告書として定価に提出しており、定価は同日の日記の末尾にこの報告書を挟み込んだ。この8例のうち以下の3例が超新星の記録である。SN1054 は以下のように記録されている。午前2時頃に4、3の静粛、おおむね現在のオリオン座にあたると同じ設計にあたる、天積星。 大シ座ゼータ星付近に出現したとするもので、木星のように輝いていたというものである。ただし、時期については曖昧であり、旧暦4月中旬、1054年5月20から29日では、大シ座が太陽方向にあたって、超新星が観測できないため、5月中旬、1054年6月19から28日の誤りであろうと得られる。 赤月記の記録を含む日本の客星記録は1934年にポピュラーアストロノミーに掲載された。1942年やヤンオールトラは赤月記の記録などを元として1054年の客星が超新星であり、ガニ星雲がその残骸であることを明らかにする論文を発表した。赤気は空に現れた赤い光を意味する表現で、 オーロラを示している。県人4年正月19日、1204年2月21日、上および同月21日、2月23日上には、京都で定家が石器を見たことを記録し、恐れを抱いたことを残している。特に19日の記述は、以下のように、釈光と発光が入り混じった、長引く赤いオーロラの様相が詳しく描写されている。 石器という表現は、日本初期など、より古い記録にも見られるが、長引く赤いオーロラの記録としては、基地の限り日本最古のものとされる。国立極地研究所、国文学研究資料館、京都大学などの研究グループは、西暦1200年頃には、地軸の傾きの関係から日本で、オーロラが観測しやすい条件にあり、この時期の活発な太陽活動、 太陽変動における中世極大気にあたるによって連発巨大磁気嵐が発生した結果、京都北緯35度のような低緯度でもはっきりしたオーロラが観測できたこと説明している。冷静やシュグレテイ文庫に残る原本は虫食い等があり、外部に流出した部分も多いため、研究などには一般には原本に近いとされる特大自家本が使用されている。同本は、 本国本が出版されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。